こんにちは。パソコムプラザの高橋です。今日はワードで文書作成。ワードは文章を作成するのが得意なソフトです。完成はこちら。ゴミ収集日のお知らせを作成しながら、文章の入力方法、範囲選択、文字の大きさや書体の変更、保存方法などをご紹介します。いくつかのコツをつかんで素敵なワード文章を作成しましょう。ではワードを起動してみましょう。ワードを起動するには画面左下の Windows の旗のマークスタートボタンをクリック、ワードをクリックして起動する方法、あるいはデスクトップにワードへの近道ボタン、ショートカットキーがある方はそちらから起動してください。今回は白紙の文章を使用しますので、そちらをクリックします。ワードの画面が現れますので、ワードの画面、ホーム、挿入、デザインなど、そちらをタブと言います。タブというところをクリックすると、ボタンやメニューの集まりであるリボンが切り替わります。ワードで文章を作成するときのポイント、コツは、まず必要な内容を入力、入力が終わったら編集することです。ワードの入力は話に区切りがつき、次から内容が変わるまでエンターキーで改行せず、ベタ打ちします。では、この要領で文章を入力してみましょう。入力するときのコツは、点滅している縦の棒、カーソルと言いますが、このカーソルの位置から文字が入力されるので、カーソルの位置を確認しながら入力します。入力ができたら、保存してみましょう。保存は画面左上のファイルタブをクリック、名前をつけて保存をクリック、保存場所をこの PC ドキュメントと設定します。ゴミ収集日のお知らせと入力し、保存のボタンをクリックします。保存が完成すると、タイトルバー、画面上の青い部分、中央にゴミ収集日のお知らせと表示されますので、確認しましょう。次に、見やすいように文字を変更します。ワードで文章の編集を行うには、あらかじめワードに編集したい部分を伝える必要があります。それが範囲選択です。範囲選択にはいくつかの方法があります。文字単位の選択、行単位の選択。この時のポイントはマウスポインターの形です。文字単位は選択したい文字の左、 i のマークになっているのを確認しドラッグします。行単位の選択は行の左側、余白の部分にマウスポインターを移動し、白い矢印になっているのを確認してクリックします。複数行選択の時はこの白い矢印の状態で下方向にドラッグします。この選択の方法を使ってフォント書体を変更しましょう。必ず変更したい部分を選択した状態で操作します。1行目から緑町南地区会長までをマウスポインターが白い矢印の状態でドラッグし、ホームタブのフォントの右下向き矢印からお好きなフォント書体をクリックします。ここでは MS ゴシックをクリックします。次にフォントサイズ
大きさを変更しましょう。初期設定では 10.5 ポイントに設定されていますので、フォントサイズを変更したいところを選択。フォントサイズの右側下向き矢印一覧から変更したいフォントサイズを選択します。今回は3行目、ゴミ収集日は選択をした状態で28ポイント。4行目、火曜日、金曜日ですを36ポイント。5行目から7行目までを28ポイントに変更します。必ず選択されている状態で操作をしてください。次に、フォントサイズの右側一覧にないサイズに変更したいときは、フォントサイズボックスに直接120のように変更したいサイズを入力します。では、お願いを120ポイントに変更してみましょう。フォントの色を変更する場合も、変更したい部分を選択した状態で、フォントの色の右側、下向き三角一覧を出して、今回は火曜日、金曜日ですを赤にしたいので、赤をクリックします。文字を太字にしたいときは、選択されている状態で、ボールドの B のボタンをクリックします。B のボタンがグレーのオンの状態になります。解除したいときは、選択している状態で、同じボタン、B のボタンをもう一度押して解除します。お願いの文字の周りの黄色は、蛍光ペンの色を使っています。周りの四角い枠は囲み線です。このようにボタンの右側に下向き矢印がある場合はそこをクリックすると隠れている一覧が現れます。下向き矢印のないボタンはクリックすると設定がオン、もう一度押すとオフに切り替わります。次に文字の配置を変更しましょう。配置を変更するときは、変更したい文字のところでクリックし、カーソルを移動します。今回は、お願いにカーソルがあることを確かめて、中央揃えのボタンをクリック。火曜日、金曜日ですにカーソルがあることを確認し、中央揃え。緑町南地区会長にカーソルを移動し、右揃えにします。編集はこれで完了です。ファイルから上書き保存のボタンを押して保存します。保存ができたら印刷してみましょう。印刷はファイルタブをクリック。印刷、右に出てきた印刷ボタンを押すと印刷が開始されます。ワードの文書作成のコツは、まずは入力するとき、ベタ打ちをする。入力が終わったら編集作業に入ります。編集するときのコツは、必ず選択をしている状態で操作をするということになります。ワードに、今、ここを操作したいよということを教えます。選択のときのポイントは、マウスポインターの形です。I の形になっていると、文字を行を選択するときは左端、白い矢印になっているのを確認するというのがポイントです。ワードで文章作成をするとき、いくつかのポイントを踏まえながら作成すると効率よく、きれいな文章を作成することができます。皆様も試してみてください。今日のテーマ、ワードで文章作成でした。ワードは文章を作成するのが得意なソフト。ぜひコツをつかんでたくさん素敵な文章を作成してみてください。